みなさん、こんにちは。ソリータネスこと、リンです。はい、というわけで今回ですね、ここのチャット屋さんにお菓子の詰め放題があるんですけど、今回はね、そのお菓子の詰め放題をやっていきたいと思います。はい、で、その名の通り、今回は食べるだけ詰め放題ということで、めっちゃ楽しみ。はい。はい、はい。あと昼食も、今回お菓子なんです。行きましょう。食べれるんだよこれ、美味しいだから。最初何キロ？1キロだ。1キロない。1グラムでしょ。私はねこのねメガパンダのマシュマロ、可愛いでしょ。口がベロが出てるやつを入れます。一つね。でっかいね。大きいやつだから取っていいかなと思って。うん。あ、意味は定番の。小石チョコミルク定番です。あ、これ売り切れてるよ、こっち、うん、すごい、誰か買い占めたんだ。あ、うまく入れるんだよ。金具で、あと持ってた金具で、うん、ね、食べれる分ね、うん、これオレオじゃない？あ、オレオだ。でもこの前コストコでママに買ってきてもらったんだよね、オレオ。味違うかもよ、ちょっと買ってみたら。でも、あ、でも隣も焼きショコラ美味しそうじゃない。見てこれ、1位だって。うん、あ、本当だ、ナンバーワンだよ。これ初めて見たんじゃない。こっちの方が美味しいかも。美味しいよ。オレオを超えるかもしれない。いや、オレオの方が美味しいよ。コインのチョコ。あ、コインチョコだ。でもリラックマ、シュミコもあるよ。本当だ、シュミコで。でも私は金はいいな。いかにもお金とかにしていい。いつからそんな子に。金アップだから。見て。今ね、75g ぐらいだ。私 100g 対決だったら今日優勝じゃん。だけど1キロ足りない。ね、1g だ、グラム。スイちゃん今350円で、意味がね200円ぐらい。ほぼいいかな。もういい、うん、食べれるだけでしょ。あ、でも第2位がある。うん、うん、でもな、これクッキー、これ食べようか。うん、2位、2位、4位、1位、2位、1位、これ2位、2位、3位どれだろう。3位、くまちゃんのグミだ。くまグミだよ。でっか。リムグレープ。ね、ひーちゃんもう大丈夫？リミも本当食べれるだけだよ。ね、いける？まだいけんの？かわいいでしょ？うん、本当だ。パンダと、なんだっけ？クッキー2つとコインチョコ？うん、オレオみたいなやつと、うん、ショコラのやつとコイン3つ、うん、お金が3つ。終わり、終わり。でもいつの間に終わり。あと1キロだこれ。誰にしたいの？で、4位がさっきのリミのチョコミルクで、5位がこれじゃない？これか。何、ケムシ？あのグレープフルーツだ。じゃあ買いましょう。うん、買いましょう。ママ終わった。ちょうど 100g。 かわいいパンダ。 100g、 かわいいでしょ。 100g ぴったりずつ、合わせて 200g、 うん、いいね。グミ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 ペアサンディー